全日本アニソングランプリに出場したことは、私にとって長い旅の始まりのようでした。これから今夢を持ってる皆さんやアニソンシンガーを目指してる皆さんも、ハンターハンターのゴンが決して諦めなかったように、まっすぐで折れない心を持ってチャレンジし続けてみてください。私もアニメに助けられて、いつも目標に向かって頑張ることができています。大家好、我是さやか佐々木、アニメ大好き。